ノリ。おはようございます、リノです。おはようございます、カリノです。さあ始まりました、はい、ガリノリ。またそれですか。ジェイじゃないです、ジェイじゃないです、ジェイじゃないですよ。ガリノリ、はい、最終戦、はい、拍手な。いやいやいや、もういや、ここは気合い入れていかないといけないかなと思うわけですよ、はいはい、今回ですね、実は、最終戦と、はい、いう形でですね、やらせていただきたいかなと思っております。まあ、今回の実践ホールさんなんですけども、まあ、結構ですね、何度も来てるかなっていうところで、兵庫県にございますメトログラッチェ尼崎スロット専門店さんといった中なんですけども、今回ですね、こちらのホールさん、まあ、今も大選択した後にオープニングを取らせていただいてるんですけども、取材が、はい、入ってるんですが、まあ、その取材は、まあ、前代系3代構成以上の機種に前代系があるっていうのと、まあ、そのホールの何パーかに高設定みたいなっていう感じの取材なので、それに沿って、ボデウチ大選択をしたわけなんですけども、おはようございます、お願いします。いきましょう。私の狙いはもう一択ではあるんですよ。ああ取られてるな。前代系があるっていう中なんですけど、正直ね、自信がないんですよね。前代系を探すって、まあ、ちょっと正直メゴ姫もう一択だったんですよ。ですがちょっと取れないっていうところで、多分開くこともまれになってくるんじゃないかなっていうところで、とりあえず少数機種に前代系があるんですよね。で今もうギアスもラスト1台で、窓マギ前後編がもう埋まってるって中で、とりあえず抑えましょう。はい、少数機種はね、マサムネ3も空いてますし、宿命も空いてますし、3台3台、いやーちょっとやめた方がいいかな。ギアス、僕昨日ギアスの前台打ってて6しか、多分もうあれ分かんないですよ。86番手で入場して、私が打ち最大は決まってる、多分取れる、多分取れるけど1人いるな。ここでやっぱりジャグラーフル稼働になるんですね。ガリノさんは、私はですね、ディスカップを取りました。ディスカップ、はい、理由といたしましては、一応理由も3つありまして、はいはい、まずこちらのお店で何度も収録させてもらったじゃないですか、はい、唯一の大成功例が大成功例、はい、ディスカップで、まあ、3000何枚、はい、取ったことがあると、まあ、あれが私のこのお店での唯一の成功だったので、まあ、成功例ちょっとあれは成功例イコール出玉っていう、そうですね、ガリゾーさんらしくない、はい、あでもね、一回ね、他にもあって、その、中身も良くて、なんだっけ、ゼロ乗せ、あ、ありましたよね、はい、あれも、まあ、1ではなかったのかなっていうのもあったし、っていうのが、まあ、一つの例。あと、まあ、前代系の前例もあるんですよ、ディスカップが。確かに、はい、ディスカップが前代系の前例だったってこともあるので、これは2つ目。あともう一つは、最後の一つは、私レベルのスキルだとディスクアップで最低 103% 以上を積む以上に、有益な読み筋を立てきれなかった。あだから、まあ、ちょっと私レベルではちょっとこうなかなかファイティングポーズを取り続けられなかったので、今日はちょっと、まあ、保険的な期待値を積んでいきながら状況判断していきたいなと思って取りました。わかりました。総括っていうことですね。そうですね、要は、はい、僕もうガリゾさんに似てる部分もあるんですけども、この過去の傾向から、まあ、今日の取材で、何とかガリ乗りでですね、立ち回らせていただいたこともあるんですよ。それを踏まえた上で、まあ、前代系が今回あるっていう中で、その前代系を探すってなると、多分中身がその全部6ではないといったところで、かなり非常に、今の機種4と5が判断つきづらい機種ばっかりになってるんですよね、設置されているものが。っていう中で、
その4かもしれない5かもしれないっていう前代を狙っていくっていうところは正直、リスクが高すぎるのかなと僕は感じたので、朝、僕はもう言った通り、メゴ姫一択だったんですよね。そこでしっかりと期待値を、でしかも違う番組で、過去 その推し順が右だったとっていう正解例もあるので、それに沿ってまず右からみたいな感じでやりたかったんですけども、まあもう打たれてるのでちょっと取れなかったといったところで、全体系を、まあ、演者としてやっぱ全体系を探そうかなと、映像も残そうかなっていうことで、ギア3がラスト1台だったんで抑えたんですけども、改めて考えた中、普段僕がこの台打ちますかと考えた時に 100% 打たないんですよ。絶対に打たないなっていうところを、最後の最後はちゃんとガチを見せていいんじゃないかなと、素晴らしい最終回で素晴らしいって思いましたので、県に回りながら状況把握して少しでもあのプラスの台を打てたらなっていう考えのもと、僕は今日一日立ち回ろうかなと思いました。はい、そんな感じでちょっとすごく真面目な感じになってしまったんですけども、まあ、全然いいと思いますよ。むしろいいその方がいいと思います。本当ですか。はい、海蔵さんがよしと言ってくれればよし、そう思っておりますそうですかね私ジャンバリドット TV リノそう思っております。ちょっと本当に期待値をしっかり今日最終戦積みながら、はい、最後までですね、頑張っていきたいと思いますので、皆様お付き合いよろしくお願いいたします。最後までよろしくお願いします。はい、まあこちらのホールさんではかなり、やってることなんですけども、まあ、ちょっとねホールにこう回って剣回ってずっと滞在すると邪魔になっちゃうんですよ。なので一周二周回って、打てる台がなかったら外に出て、まあ、何十分か滞在した後にまたにホール入るといった形でちょっと今回もやっていこうかなと思うので、うん、ちょっとねどうなるか分かんないですけども、うん、しっかりね期待値ある台打ちたいと思います。頑張ります。はい、というわけでディスクアップの3台並びの真ん中を押さえたので打っていきます。真ん中なので両隣の挙動も見れますし、何かしら上挙動が見られたら井野さんに報告する形でやっていきます。おお、思いっきりかくったな。ディスク打つのも久しぶりだな。もうだいぶね設置もなくなってきちゃいましたけど、まあ、未だにお店によっては根強い人気を保った機種ですよね。確か以前にここのお店でディスク打って初ビッグ一発目のジュアンレディーが板越し決まってゼロの背だったんですよね。今思えばあれはさすがに1じゃなかったんじゃないかな。いや、あれからこちらのお店での実践経験も積んで、こういう機種に1じゃない設定を使いやすたがるお店だっていうのも把握したので、まあスナイパイしかり日暮らししかりなので、あれは1じゃなかったんじゃないかな。しかもその後なんですよね、取材で前代系の機種がディスクアップっていうことがあったのも、確かあれもガリノリの収録の日じゃなかったかな。ただね、一つ懸念材料がありまして、私先月、今8月、9月だから先月は8月なんだけど、8月は、収録案件ゼロ、演者業ゼロで、まあ、当然演者収入もゼロで、ずっと地元で稼働だけしてる月間にしてたんだけど、まあ、中には技術介入機も打つこともあって、いよいよね目押し力の衰えが見られて、私もうあと半年で50なんですけど、年齢によるものなのか、やっぱりね、私昔から目押しとは真摯に向き合ってきたつもりなんですよ。
この私が、まあ、経験上分かったこととして、目押し力ってやっぱりね、疲労と反比例なんですよね。疲労がたまれば目押し力は落ちる。これはもう私がね、25年間目押しと真摯に向き合ってきて出してた結論です。さっきも話した通り、先月私稼働だけで生活していた1ヶ月だったんですけど、まあ、珍しく久しぶりにきつい1ヶ月でしたね。っていうのも、私がここ数年最もお世話になっていたお店がね、お店に行けなくなっちゃったんですよ。まあ、別に出禁とかじゃないんだけど、自ら行かないことを選択した。未だに全然勝てるんですけど、勝てるお店なんだけど、まあ、そのお店はね、自宅から車で片道1時間半以上かかる、まあ、札幌から遠いお店なんだけど、まあ、例によってうちに行ったわけですよ。で、まあ、その日はアイムだったかな。アイムで積もって、で閉店まで打って帰る前にですね、トイレに入ったら、まあ、今はどこのお店にでもあるようなコロナ対策のポスターが貼ってあって、まあ、マスク着用とかね、ソーシャルディスタンスとか、そこにね、文言が1個追加されてたんですよね。その文言っていうのが、遠隔地からの来店をご遠慮くださいって。で、おそらくね、そのお店の言う遠隔地ってね、札幌のことなんですよ。私札幌から行ってるから、まあ、単純にコロナ対策なのかもしれないし、お客さんからね、あの人札幌から来てるからやめさせてくんないって常連さんからチクリが入ったのかもしれないし、単純にいつも勝ち続ける私を毛嫌いして理由付けしたのかもしれないし、何にせよ、まあそういう文言が書かれてたわけですよ。で、私は基本的にお店に嫌われないように立ち回ってきた過去25年間だったので、まあ、一番の稼ぎ頭のお店を失うのは痛かったんだけど、まあ、そこのお店に行くのはやめたんですよ。そのね、穴埋めが大変で大変で、当たり前ですよね。長年お世話になった店を一軒失うわけですから、その穴埋めのお店探しに半月ぐらいかかってしまって、まあ、それでね、先月はちょっと苦労しましたね。だから先月は上半期だけで言ったらマイナスでしたもん。トータルではね、プラス9000枚ぐらいかな、までは回復できたんだけど、いやー前半きつかったですよ。これ2畳ですよ。2畳確定出してる。今日暮らしは前代埋まってますね。埋まってますよね。傘立ってますもんね。一応ね、私以外の両隣のディスクは当たりはすごく軽いです。左隣はボーナス確率が75分の1、右隣も150分の1ですね。いやー1万円またサクッと入ってしまった。今1コマ滑ったしょ。滑ってないの。あ、でも私今左隣のゼロ乗せ確認しながらだから、いやほらしまった、1ベットすればよかった。じゃあこんなの入るでしょ。9枚役超クレギュラー379ゲーム、すいません、自分の目押しを信じきれず。
去年までの私だったらね、今1メートル下だと思うんですよね。でも今は自分の目押しにね、どんどん自信がなくなってるからね。お、矢印、矢印、両方矢印入ってるとすれば、レギュラーか赤ビッグなので右リール枝にクローバーをして当たるんじゃない。あ、赤ビッグですね。本日初のビッグ35ゲーム。さあ、最近衰えの見える目押しの時間だ。頑張ろう。いやー、不安定だ。ゼロの乗せがなかなか出ないですね。ダンスタイム突入。ダンスタイム中はハズレと共通9枚とリプレイを数えていく。ダンスタイム20ゲームで54ゲームの DJ ゾーンに突入。累計 ART ゲーム数が74ゲームでハズレが5、共通9枚が3、リプレイが22。今のところ微妙です。2角122ゲーム。枠上にチェリーがいたら普通に斜めに9枚揃うんだけど、枠にチェリーがいないので2角です。122ゲームで青ビッグ、ノーミスだけど20ゲームしか乗んなかったわ。逆回転、よっしゃ。ゼロがね、レバーオンで1に上がんなかったら100ゲーム上がった。ART ゲーム数が累計で114ゲーム、ハズレが7、共通9枚が4回、リプレイが41。ART 中は低設定挙動だな。不常時のスイカやチェリーはいいんだけど、まあ、今4台構成のギアス R2 はもう1台早々にね、どんぐらいだろう、540回転とかラッキー台になってるんで、なんともですけども、結構まあ少数機種も埋まってきてるんで、至る機種、まあ全体系じゃなく
ないと思ってやめてるのかちょっとわからないですけどね。あとはまあファンキーが少しボーナスが少し軽かったのと、窓マギのここら辺がちょっと初当たり軽いかな。まあ今のところ僕が見た中で開店からまだ1時間ちょっとですけど、マドカマギか全公演4台かなが初当たり少し軽いかなと感じるのと、ファンキージャグラーがバラエティ1台あとはまあ4台こう別々に設置されてるんですけど、そこがね軽めの台が多いかなっていう。でまあ全台系になってる時ってバラエティのこうファンキー4台、バラエティ1台、そのバラエティの1台も当たりだと思うんですけど、これは440でビッグ2回のみかなと。はい、ということで、外にまあちょっと出たりとかしながらですね、打てる台を探したんですけども、今ですね、メモイウェイが1000回転で空き台になりましたんで、この台をですね、打ちながらもホールの状況を見ていきたいと思います。ガリドさん、はい、今メモイウェイが1000回転で空き台になったんで、打つんですけど、今現状窓マギの前後編とファンキージャグラーが少し怪しいです。はい、了解です。そんな感じなんで、はい、ありがとうございます。頑張ってください。俺も頑張ります。はいっす。おお、いきなり確定役出ましたわ。追加外れはリーチ目ですね。やった、ビッグ。